窓の滝は、愛媛県新浜市にある滝である。国領川支流の主主川のさらに支流の西、谷川流域にある。上村、中村、下村の三幕府により形成されており、下村は落差約40メートルある。滝の周辺は、原生林となっており、もみじなどの落葉樹が多い。林道を車で行くと、滝の手前約500メートル地点に駐車スペースがあり、 そこから渓流沿いに遊歩道を行く。1978年4月6日に新居浜市の名称に指定され、2003年2月21日に国土交通省四国地方整備局より四国の水辺88カ所に選定された。窓の滝へ向かう林道は2009年11月の山腹崩壊による落石のため通行止めになっている。 どんな日照れでも水が枯れることのない滝壺であったが、ある年、幾くか経っても雨が降らず、ついに田畑の作物が枯れてしまい、村人たちは、村一番の木娘である彦兵衛さんの娘、おゆりを中村口に住む龍王さんに献上することになった。村人たちに中村口に見送られたおゆりは、最後の別れを告げると、龍王様と皆こに沈んでいった。しばらくすると大雨が降り作物は、 添えた。村人たちは、おゆりに感謝し、中村口のほとりにゆり姫大名人の祠を建てた。ありがとうございます。